先生信じて待ってたんだよ。なんで。俳優の伊藤英明さんが凶悪な高校教師を演じることで話題のサスペンス映画悪の教典。この映画の主題歌に人気グループ EXILE から誕生した新ユニットの楽曲が決定しました。主題歌を歌っているのは THE SECOND FROM EXILE。メンバーはケンチさんをはじめ2009年3月に加入した5人です。今回の主題歌決定にネスミスさんは、映画とともに曲の詩の世界観もリンクさせながら聴いていただけたら嬉しいですとコメントしています。愛さんもお気に入りのメンバーがいるんですよね。私もパフォーマーのもうケンチさんが大好きなんですよね。どのあたりがお好きですか。ルックスもかっこいいんですけど、もうダンスがセクシーでもうとっても魅力的なんです。あ、そうなんですね。そのケンチさんは今回の映画主題歌設定に大変光栄に思っています。僕らなりにできることを精一杯頑張らせていただきますとコメントしています。映画も曲も楽しみですね。以上スポタメでした。